最新版巨人来季編成。12月に入り、来シーズンも契約を結ぶ予定といえる選手の一覧である保留者名簿が公開になりました。巨人は現時点で61名の選手と支配下契約を結ぶ予定になっています。そこで今回の動画では、現時点で来季の一軍の布陣を予想し、飛躍を期待する選手や新戦力についても深掘りしていきます。後半戦は山本由伸クラスだったあのピッチャーの飛躍に期待。昨年は故障で育成落ちしている選手が多く、保留者名簿が公開された時点での契約予定選手は46名でしたが、今年は残る支配下枠9になります。吉村編成部長は新外国人の人数に関して、初めから何人とは決めていませんが、現在調査中の候補を含めると3、4名前後ではないでしょうかと語っており、残る枠を育成選手が争うことになりそうです。まず現時点で33名いる投手編成から見ると、一部のスポーツ紙には先発候補12名との見出しが躍りましたが、そのほとんどが実績のない若手選手で占められており、現時点で先発ローテに頭角ランプが灯っているのは、勝ち頭の戸郷翔征選手と2桁勝利を記録した山崎陽選手、さらに契約延長を発表したグリフィン選手の3名といえます。現実的には残りの3枠を10名近い選手で争うことになりますが、ここで来シーズンの大化けを予感させる選手として名前を挙げたいのは赤星雄二選手です。入団2年目になる赤星選手は、今シーズン一貫して先発として起用され、12試合に登板し、5勝5敗防御率 3.39 の成績を残しました。この数字自体は平凡といえますが、今季は5月までの6登板で0勝4敗防御率 6.14 と、一時は先発失格の烙印を押されかかりましたが、8月以降の6登板は5勝1敗と持ち直し、39回3分の2を投げて自責点はわずかに6、防御率 1.36 と安定感抜群の投球を披露しました。夏以降の成績だけを見れば、今シーズンも沢村賞に輝いた山本由伸選手と同等の数字を残しており、来シーズンに大きな期待が寄せられています。2軍落ちしていた期間に体重移動などのアドバイスを送り、赤星を指導していた久保巡回コーチは、どこでパッとひらめいたのかと赤星選手に対して疑問に思っていたようです。ですが、秋季キャンプ初日にブルペン入りした赤星選手をじっくりと観察した久保コーチは、大きな変化に気がついたといい、彼の分析している中では、リリースポイントが頭一つ下がっていると。ジャイアンツ球場は定点で投球データを取っているじゃないですか、そのデータでは前と低さが違うと、リリースポイントが前に前に打者側でボールを離せるようになっていたんですと、興奮気味に赤星選手の進化を解説。さらに久保コーチは、その分だけホームプレート側へ力が寄っている、全く違うところでボールを押し込めている、ああこういうところで変わっているのかと思いました。制球力はうちの投手陣でもトップクラスなので、そこに球の力というか押し込みがあったから、あれだけ後半戦に活躍できたんでしょうねと続けました。赤星選手が不調にあえいでいた時期に、久保コーチは日大時代の投球映像もチェックしながら復調のヒントを探ってきました。ですが、結局は赤星本人が感覚をつかむことが大事だったといい、僕らもすごい勉強になる、選手は一体どこできっかけをつかんだか、もちろん練習しているということなんだけど、 99% は無駄なこと、 1% で何かが来る、そういうところじゃないかなと魔改造と言われる秘訣を明かしました。赤星選手以外の先発ローテ候補は他にも、ドラフト1位の西舘雄一選手や、来季の巻き返しを誓う菅野智之選手の名前も挙がっていますが、台湾で行われたウィンターリーグで結果を残した直江大輔選手の評価が急上昇しています。直江選手は日本から派遣された選手の中で最多の18イニングを投げ、防御率 1.00 を記録する安定した投球を披露しました。これまでの課題だった制球面も、本人曰く5つ与えたんですが、なんとか粘れましたと改善の余地が見られます。ストレートの最高球速は150キロでしたが、フェニックスリーグから再挑戦しているチェンジアップの抜けが非常によく、変化球を意識するバッターの懐にまっすぐを投げ込んでバットをへし折るなど、投球の幅に広がりを見せています。直江選手は秋季キャンプで杉内一軍投手コーチと、帽子のそばに石の重りをつけたロープを垂らし、前に突っ込みすぎず体重を軸足に残しきるように意識した練習などを行ってきました。軸足に体重が残ることから、最後まで下半身が粘った状態になり、まっすぐのスピンレートも大幅に改善したといいます。直江は台湾での戦いを振り返って、ピッチングの感覚は良くなっている、今やっているものをもっともっと上げていけたら、
チェンジアップもいいと言われましたが、目指しているのは杉内コーチのようなボールなので、これで満足していてはダメだなと思っています。先発としての実績がほとんどないので、オフも気を抜かずに練習を続けたいと思います。と、来シーズンの先発ローテ争いに加わると宣言。先発ローテ争いは開幕ギリギリまで続くと見られており、若手選手の奮起に期待したいところです。魔の8回に指名するのはオールドルーキーか、かつての大エースか。今シーズンの巨人の泣きどころといえた救援陣ですが、トレードやドラフトなどで積極的な動きを見せたことで大きな変化を見せています。阿部新監督は明言こそしていませんが、大勢選手をクローザーで起用する意向を口にしており、そうすると勝ちパターンの8回は必然的に中川浩太選手が収まることが予想されます。さらにここへ今シーズン47回で55奪三振を奪った菊池大稀選手や、7月途中から加入し阿部新監督がいなかったらゾッとするというバルドナード選手が加わります。ですが現代野球では今シーズンの阪神のように勝ちパターンの投手を固定して1年間を乗り切るよりは、6、7、8回を任せることのできる選手を数多く抱えるのがセオリーと言われています。そこで勝ちパターンの投手に割り込んでほしいのが、ソフトバンクから加入したサブマリンの高橋礼選手。高橋選手はプロ入り2年目の19年に12勝をマークして新人王を受賞し、その年のオフに行われたプレミア12でも侍ジャパンの一員として活躍しています。20年はリリーフに転向していきなり52試合に登板して23ホールドをマークするなど、中継ぎとしての適性の高さを見せており、今年は2軍で21試合に登板して防御率 1.24 という圧倒的な数字を残しています。現時点で高橋選手の起用法は明言されていませんが、右の変則が救援陣に1枚加われば、相手チームに対する脅威は確実に増すはずです。ここへ来年の春季キャンプ中に27歳を迎えるドラフト2位のオールドルーキー森田俊也選手が割り込めば、さらに救援陣は強固なものになります。巨人は今年のドラフトで1位の西舘選手以外全ての選手を社会人から指名するというかなり偏ったドラフト戦略を見せました。その中で水野スカウト部長が肝入りで指名したのが森田選手です。水野部長は放置新聞の YouTube チャンネルに登場し、森田投手はドラフト史上で最年長の選手だったんですが、社会人に入ってからも苦労していて非常にいいピッチングしているなと見ていたんです。年齢のことは一旦考えないで原監督にも報告を入れていて、大学生のピッチャーとか他の左ピッチャーと見比べて私の中では森田投手が評価できるっていうところで、順番はドラフトの当日まである程度の予想はしていたんですが、他のチームにもし3とか4で行かれたら後悔すると思ったので2で行くことにしましたと指名の経緯を語りました。また森田選手についてはマックス150キロのストレートを評価しつつ、テンポのいい投球スタイルも実践向きであると付け加えています。森田選手自身も自分の置かれた立場を理解しているのか、1年目から結果にこだわりたいと思います。2月のキャンプからアピールしていきたい。おそらく期待されているのはクローザーにつなげる役割だと思うので、体を仕上げた状態でキャンプに行きたいです。とにかく実戦で抑えないとダメな選手だと思っているので、ゲーム形式の練習では飛ばしていきたいですと意気込みを語っています。そしてもう一人の中継ぎ候補として名前を挙げたいのが、今シーズン4勝8敗に終わった菅野智之選手。菅野選手は4イニング以上登板すると以降の球速が大きく落ちる傾向にあり、先発として長いイニングを投げることができませんでした。右肘痛やコンディション不良の影響もありましたが、その球速差は顕著であり、これを見た元監督の高橋由伸氏は、菅野はこのまま先発に入れるのかな、いつも5回6回で降りるならそれこそ8回行けとかね、その方が菅野も思い切って投げられるんじゃないと提案しました。高橋氏の言葉を隣で聞いていたこちらも巨人 OB の上原浩二氏は、驚きを見せながら、それ言える智之にと返すと、高橋氏はまあチームの状況もあると思うけど、実際すぐにできるものなの？できない？中継ぎ抑えにとさらに質問を重ねます。すると上原氏は、先発から行く分にはできると思うけどね、調整の仕方が難しいだけで、それをつかめば全然できると思う、でもそう考えたらセットアッパーやっても面白いかもしれないね、先のイニングのことを考えるよりも目の前のバッターを打ち取ることだけ考えても良さそうと納得した様子を見せました。このやり取りはシーズン中に行われたものなので緊急的な要素も強いはずですが、高橋氏はベテランの枠に入った菅野選手の起用を先発のみと考えるのではなく、中継ぎも選択肢に入れるべきと主張しました。大勢選手が1年目のような活躍を見せ、新戦力がある程度機能すれば
今シーズンのような救援陣の崩壊状態は避けられるはずなので、阿部監督の起用法に期待したいところですね。外野3枠をめぐって激しいポジション争いが勃発か。続いて野手の編成を見ていくと、捕手はベストナインを獲得した大城卓三選手の起用が中心になり、ここに岸田幸典選手、小林誠司選手が控える3人体制が来シーズンも続くと予想されていますが、次世代の若手として山瀬慎之助選手の起用回数も増えていくことも考えられます。内野はすでに阿部監督から一塁岡本和真選手、三塁坂本勇人選手、遊撃手門脇誠選手をレギュラーとして起用することが明言されており、二塁も大きな怪我などがなければ今シーズン同様吉川尚輝選手が収まると見られます。盤石といえる内野の布陣ですが、35歳のシーズンを迎える坂本選手がフル出場することは考えにくく、そのバックアップとして増田陸選手や中山礼都選手が控えている状況です。今シーズンまでは岡本選手が三塁に回り、秋広優斗選手が一塁に入ることもありましたが、阿部監督はレギュラー陣のポジションを大きく動かさないと発言しているので、岡本選手は年間を通して一塁で起用される見込みです。すでにレギュラーが固まっている内野と比較して激しいポジション争いが予想されるのが外野陣です。今シーズン10本のホームランを放った秋広選手が頭一つ抜けている状況ですが、後半戦は疲労の影響もあり、8月9月の月間打率は平均2割2分と苦戦し、ホームランもゼロに終わりました。阿部監督も秋広選手に対する期待も大きいようですが、秋広ね、一番しんどくなる時にズルズルと言ってしまったのがもったいない、まだ線が細いから体力的な面が厳しいのはわかるけどと物足りなさも口にしています。秋広選手以外のレギュラー候補としては丸佳浩選手に梶谷隆之選手という実績十分のベテランや、直江選手と同じく台湾のウィンターリーグで結果を残した萩尾雅也選手などの名前が上がりますが、ファンから積極的な起用をしてほしいとの声が多く上がるのが2年目を迎える浅野翔吾選手です。浅野選手は今シーズン1軍の試合も経験し、初ホームランも記録しました。多くの解説者や OB がまずは体作りを優先という中で、浅野選手の能力を高く買っている篠塚和則氏はレギュラーとして起用するべきと断言しました。篠塚氏は早いうちから一軍のピッチャーのボールを経験させるためにもある程度の打席数を与えるべきとして、私の考えですが我慢して使ってほしいです。そこでどうしようもなく悩んでしまうようなことがあったら変えてもいい。それで何日か経った後にまた使ってあげる。期待も大きいですし、そういう起用をしてもいい選手だと思いますと首脳陣に対して積極的な起用を促しました。巨人のここ数年の外野事情は移籍組の丸選手を中心に新外国人が起用される傾向が続いており、篠塚氏はこういった状況を、いろいろな兼ね合いがあると思うんですが、これだけ選手の入れ替わりが激しいと守備の面でも影響は大きいと思います。丸も守備力の高い選手ですが、それを最大限に生かすにはある程度固定したメンバーで戦ってコミュニケーションを取りながらやるのが一番いい、その日限りのメンバーで回すのはあまり良くないですねと解説し、ある程度固定したメンバーで戦うことが重要と語りました。篠塚氏は浅野選手の打撃には、浅野のスイングで一番気になるのはスイングのパーセンテージで言うといつも 100% で振ってるようではダメです。試合前の練習で見た時点ではそういう傾向がかなり強かった。バッターの肝は対応能力、相手のピッチャーはいろいろなボールを投げてくるのに、いつも強いスイングをしていては打てる確率が悪くなる。現段階では浅野に柔軟性は感じませんと厳しいコメントを残していますが、それでも今シーズン阪神のドラフト1位で入団した森下翔太選手が徐々にプロのピッチャーが投げるボールにアジャストしていたとして、年齢のことはあまり考えずにまずは200打席から300くらいは見てあげてほしい。森下もそのくらいの打席に立ってるでしょう。シーズン中に300くらいの打席に立てたから日本シリーズであれだけの勝負強さを発揮したと思うんです。だから浅野も2年目ですがそれくらいの打席に立たせてやるとかなり違ってくると思いますよと試験を披露しました。浅野選手がレギュラーの座を勝ち取るには丸選手や梶谷選手といったベテランやオコエ瑠偉選手、重信慎之助選手などの中堅どころとの勝負も控えていますが、阿部監督には辛抱強い起用を期待したいところですね。改めて来シーズンの編成をおさらいすると、先発投手陣は戸郷選手、山崎選手、グリフィン選手に赤星選手とある程度明るい見通しが立ち、救援陣は大勢選手の復活が叶えば大きく改善する余地を残しています。
野手は盤石の内野に対して外野は3枠をめぐって新外国人選手を含めた激戦が予想されます。阿部監督は長嶋茂雄終身名誉監督から直伝を受け、2年連続 B クラスだから厳しくやるのは当たり前だ、来年優勝してほしいと激励を受けており、春季キャンプでは若手選手に地獄と言われた伊藤キャンプ並みの練習を課すとしており、きつい練習をしたかしないかで精神的な強さも弱さも出てくる。引っ張ったかねても何クソと思ってやっていた時代とはもう違う。でも練習メニューの中で厳しさを与えないと精神修行はできないと語りました。阿部監督が期待する若手選手が思わぬ活躍を見せれば優勝の可能性もありそうですね。今回は巨人の来季編成について紹介しました。最新版中日来季編成。12月に入り来シーズンも契約を結ぶ予定といえる選手の一覧である保留者名簿が公開になりました。中日は現時点で56名の選手と支配下契約を結ぶ予定になっています。そこで今回の動画では現時点で来季の一軍の布陣を予想し、飛躍を期待する選手や新戦力についても深掘りしていきます。盤石の投手陣は阪神をしのぐ可能性も。復活を期待したい先発投手とはマルティネス選手やミヒア選手といった投手陣を支えた外国人選手も保留名簿に掲載され、ファンは一安心といったところですが、改めて来季に臨む投手陣を見るとリーグ屈指のメンバーが揃っており、運用次第では今シーズン独走で優勝を決めた阪神に匹敵すると言っても過言ではありません。小笠原慎之介選手、柳裕也選手、高橋宏斗選手は負け数こそ先行しましたが、三本柱といえる成績を残し、1年間にわたってローテを守り抜きました。中でも WBC で好投したことによりアメリカ球界からの注目も集めた高橋選手には来年エースとしての活躍が期待されています。高卒3年目になる今シーズンは25回の先発で規定投球回をクリアし、防御率も2点台前半と文句のつけようのない成績を残しました。それでも侍ジャパンの指揮官を務める井端弘和監督は高橋選手の潜在能力を高く評価しているため、こんなもので満足してほしくないと口にしています。井端監督は結果的に負けが先行した成績を残した点に注目し、勝てるピッチャーというところでは何点取られてもいいと思うんですよ。ドラゴンズが10点取っていればそれで交代するときには勝っている展開で交代する。それだけエースになる上では相手がゼロだったら自分もゼロ、1点取ってもらってもゼロ、勝っている状態でいってほしいなと。最低限という言葉がありますが彼には使ってほしくないですね。将来的に大きくドラゴンズのエースになってもらうんだったら勝てるピッチャーになってほしいと語りました。高橋選手は高い奪三振率を誇りながらも三本柱の中では四球を与えた数も最も多く、ランナーを出しながらも力投する場面が目立ちました。特に回が進むにつれフォームの乱れが大きくなり、自慢のまっすぐが制御できない場面も見られました。こういった点を OB の岩瀬仁騎士も指摘しており、高橋選手には今年のオフ投球フォームにすごく苦労していたんで、自分の投げたい方にしっかり合わせてほしいですよね。極端な言い方をすると試合中にいくつものフォームが存在しているようなイメージで、体力面もそうなんですが、来年のキャンプでは一つのこれというフォームを決めて臨んでほしいですねと語りました。高橋選手も今シーズンを振り返った際に、後半に関しては思うようなピッチングができなかったというのはあるので、そこに関しては苦しかった、数字的に見ればまっすぐのスピードが後半になるにつれ落ちていったというところは自分の意図的ではあるんですけど、できるならしなかった方がいいということなので、そこに関しては改善していきたいですねと後半が課題であることを明かしています。メジャー関係者からも佐々木朗希はメジャーの中でも注目の右腕だが、高橋宏斗も負けていない、奪三振能力が高く制球にばらつきがなくまとまっている、数年後には佐々木朗希を超えていても不思議ではない逸材と高い評価を受けているだけに、来年は最後までマウンドに上がり続ける高橋選手に期待したいところですね。小笠原選手も高橋選手と同じく前半戦は15先発で9度の
配球 S、 7イニング以上で自責点2点以内を記録するなど、まさにエースといえる活躍を見せましたが、後半戦は一転して防御率5点台と失速してしまいました。反対に柳選手は後半戦で6度の配球 S を決めるなど、詳しく成績を見ると3人が揃って安定していた時期が少なく、大きな連勝などにつなげることができませんでした。来シーズンの先発陣はこの3人に加え、涌井秀明選手、大野雄大選手が間隔を空けながら登板し、松葉隆弘選手や根尾明選手が競争に加わることが予想されています。そして今シーズン復活登板を果たした梅津晃大選手には、大化けしてもおかしくないとの期待が寄せられています。身長187センチ、体重95キロの恵まれた体格からしなやかなフォームで投げ込む梅津選手ですが、8月31日のヤクルト戦で817日ぶりに1軍マウンドへ復帰、ストレートは自己最速を2キロ更新する155キロを計測し、登板を見守った立浪監督の口からも思わず、うなっとったなぁとの言葉がこぼれました。9月25日の阪神戦で8回1失点と好投し、1177日ぶりの白星をマーク。結局今シーズンは3試合に登板して防御率 0.95 を記録し、計161球投げたストレートの平均球速は150キロを超えました。今季ストレートの平均球速が150キロを超えたセリーグの日本人先発投手は、152.3キロを叩き出したチームメイトの高橋選手と2人のみです。他球団のスコアラーも梅津選手の復活には警戒感を強めており、能力で言えば高橋宏斗に匹敵する。すごい球を投げていたし、今年のシーズン終盤の投球をされたらなかなか連打が出ない。故障なくシーズンを通して先発で回れば2桁勝利はクリアできる力を持っていると語っています。山井大輔コーチは梅津選手の起用について、イニング数とかは細かく設定しようと思っています、あとはそれをどれくらいの試合数で投げてもらうかが問題だと思っていて、1日の投球回数なのか登板数を調整するのか、その辺は本人とも話をしながらやっていければと考えていますと慎重な起用を明言しています。梅津選手が加われば左右ベテラン若手が入り混じった先発陣を形成できるはずです。救護陣は48登板で防御率 0.39 と驚異的な数字を残したマルティネス選手が盤石の抑えとして君臨し、さまざまな起用のされ方をしながらも安定した成績を残した藤島健人選手や、中継ぎの役割がはまった勝野明義選手などが主に勝ちパターンで登板しました。来シーズンの布陣にはこの3人に加え、立浪監督がここまでいいと思わなかったと口にした斉藤光輝選手も名乗りを上げています。今シーズン途中に日本ハムからトレードで加入した斉藤選手は、予視球率の高さはやや気になりますが、縦と横のスライダーにカーブやチェンジアップと持ち球すべて駆使しながら相手打者を攻略しており、マルティネス選手からもこんなにうまいピッチャーは初めて見たと絶賛されたほど、16試合連続無失点などがあり、防御率は 0.73 と大崩れすることなく1年を終えることができました。さらにここへ2軍と練習試合を合わせると、今シーズン60試合近い登板数をこなしながらシーズンを完走した松山真也選手も、8回の役割を譲ることなく1年間を戦いたいと意気込みを口にしています。松山選手は155キロのまっすぐを中心に打者を追い込むパワーピッチが目立っており、山井投手コーチは、あのストレートを生かす変化球を一つきっちりとマスターできれば球界屈指のリリーフも夢ではないとコメントしています。今シーズンは落合投手コーチからツーシームを直伝されたこともあるので、キャンプから軸となる変化球に磨きをかけてほしいところです。投手陣は総合的に見てもリーグ屈指といえるので、主力選手に大きな故障なく過ごせることが A クラス入りへの鍵を握ると見られています。歴史的貧打解消へ動きを見せた野手補強。中日の課題と言われる野手陣の今シーズンを改めて振り返ると、かなり厳しい結果と言えます。チャンスを作った回数自体は A クラス入りした広島や
DeNA とほとんど差がありませんでしたが、本塁打などの長打の数はリーグ最低を記録し、シーズンを通してビッグイニングを作ることができませんでした。優勝した阪神と中日の本塁打数は13本しか変わりませんが、得点差は165点の大差をつけられており、ホームランが出にくいという本拠地の特性は似ていましたが、次の塁を狙う走塁や得点圏打率で大きな差がありました。リーグ屈指の投手陣を生かすためにも野手陣の整備は急務と言えましたが、オフに入り積極的な動きを見せています。中島博之選手、山本康弘選手、上林誠司選手と他球団を自由契約になった選手を次々に獲得。中日は今年セリーグで最も代打の打率が低かっただけに、経験豊富で勝負強い中島選手には代打の切り札としての期待がかかります。また山本選手は若手の多い二遊間を中心に内野すべてのバックアップ要員としての起用が見込まれており、上林選手が復活を果たせば野手陣の層は確実に厚みを増します。加えて自ら試合に出て結果を残したいと口にして自由契約となった中田翔選手を獲得。今年は怪我の影響もあって92試合の出場に終わりましたが、15本塁打放つなどまだまだ長打力は健在といえます。次々に打ち出した補強についてファンからは、中島、中田はベテランの域を超えているし、その他の選手もここ最近は目立った成績を残していないとの声が上がりますが、得点力不足をなんとか解消したいという球団の意図は見て取れます。さらにもう一人新戦力といえるのが、今シーズンは開幕頭角のランプが灯りながらも怪我で離脱した田中幹也選手です。田中選手の離脱は今シーズンの中日にとって大きな誤算となりました。ドラ6の選手が抜けたことがニュースになるのではという声もありましたが、キャンプ、オープン戦を通じて見せていた田中選手のパフォーマンスは非常に高いものでした。3月9日の西武とのオープン戦に2番セカンドで出場すると、初回の無視一塁から走者がスタートを切った場面でセンター前を放ち、先制点をお膳立てする渋い働きを見せると、さらに8回には西武の開幕投手を務める高橋光成選手のカットボールを完璧に捉え、レフト線に弾き返す二塁打で猛アピールに成功しました。試合後に立浪監督は、田中を二塁で使おうと思っている、2番に入れたらいろいろなことができる選手と高評価を与え、開幕からクリーンアップへのつなぎ役として田中選手に大きな期待を寄せていました。ですが田中選手は開幕まで2週間を切った3月19日の楽天戦で帰塁の際に右肩を脱臼する怪我を負い、1年を棒に振ってしまいます。田中選手に代わって主に2塁で起用された福永博樹選手や同じ大卒ルーキーの村松海斗選手もこれといった成績を残すことができず、打撃面でも2塁手の平均 OPS は5割3分6厘と、その他の5球団の平均7割9厘に大きく水をあけられました。来シーズンは甘い変化球を逃さず捉えて、内外角とも左投手のストレートをファールでしのぐことができる田中選手と、左投手に弱さを見せるリューク選手などをうまく絡ませて起用できれば、セリーグ最低の OPS を返上できる可能性を残しています。そしてもう一人、若手内野手で覚醒が期待されるのは、来年高卒5年目を迎える石川昂弥選手です。今シーズンは元監督の落合博満氏から、与えられた4番でしょ、だからすぐに手放してしまう、もらったならしがみついてでも守り抜かないとと苦言を呈されながらも13本のホームランを記録し、大気の片鱗を覗かせました。石川選手には OB 解説者からも期待の声が聞かれており、こちらも監督経験者の谷繁元信氏は、石川選手が自身初の1試合2本塁打を記録した試合で、個人的に思うのは和田塾の成果が出てきたからだと思います。1週間から10日ぐらい試合に出ずにミニキャンプみたいなことをやっていた時期があったんですよ。それを経てスタメンに戻ってきて少しずつ打てるようになったのでと、和田和弘コーチとの特訓が実を結んだと見解を示しつつ、今日のホームランは本当に良かった、ストレートあれだけ打ち返したのってあんまり見たことないですね。どちらかというと
半速球を打つイメージ。こうやってまっすぐ打ち返せると自分の打てる半速球も来るじゃないですか。そうしたら自分で狙いを定めていって打ち返していけば数字はどんどん上がっていくと思うんですよ、とスラッガーとして開眼しつつあることを強調しました。さらに自らを石川の応援団という OB の山崎武史氏も、今年の高谷は何かつかみかけてたんですよ、僕が春のキャンプに行った時は打つ時にテイクバックからボールに当たるまでの動きが本当に素晴らしかったんです。以前はミートポイントが体に近く詰まり気味に打っていたが、今年は前の方のいいポイントで捉えているのでボールが飛んでいくんです。これはおそらく膝を怪我したことで力が入りすぎないミートポイントを探していた結果だと思うんですが、うまくボールにスピンが入ってスイングの割にボールが飛ぶような感触を身につけつつあったんですよね、と高い評価を与えていました。ですが石川選手にはやはり1年間を完走するだけの体力が不足していました。7月には3割6分4厘を記録した月間打率は8月以降平均2割3分2厘と急降下し、まっすぐに差し込まれる場面が目立ちました。石川選手もその点を気にしているようで、シーズンの振り返りの際にはいい時と悪い時の差が激しい1年でした、なんとか1年間1軍で勝負はできたんですが、この成績に満足していることもありませんし、最後に上げて終わりたかった。まずはサードのポジションを誰にも譲らないつもりでキャンプを迎えてシーズンに入っていきたい、と語りました。怪我の影響で今シーズンは春のキャンプを経験しないままにシーズンへ突入しましたが、来年はみっちりと和田コーチからの打撃指導を受け、覚醒のきっかけをつかんでほしいですね。外野陣は現役ドラフトを経て加入しながらチームのホームラン王に輝いた細川誠也選手に2年連続ゴールデングラブ賞を獲得し、来シーズンから背番号1を背負うことが決まった岡林勇希選手が不動のレギュラーとして収まり、残るレフトのポジションを38歳を迎える大島洋平選手が守っている間に、ブライト健太選手や鵜飼康介選手の覚醒を期待したいところです。特に鵜飼選手は開幕前からの長距離砲としての期待が高い選手でしたが、キャンプ後の実戦から全く結果が残せず、今年は1軍で94打席しかチャンスが与えられず厳しい結果となりました。一時期は出場機会を求めて一塁の守備に挑戦していた時期もありましたが、来シーズンはここに中田選手が収まることを考えれば外野で勝負するしかない状況といえます。 OB の中には鵜飼がコロコロとフォームを変えてしまうのは1軍での結果を欲しがっているから、2軍でフォームを固めるために1年を捨てる覚悟でやらせてもいいはず、再来年でもまだ26歳の年齢なので球団には自前の大砲候補として育てることを期待したいね、と我慢強く育成をしてほしいとの声も聞かれます。立浪監督及び首脳陣が鵜飼選手をどのように育成するかにも注目が集まりそうですね。中日は今シーズン2年連続最下位に沈んだことで積極的に野手の補強に乗り出しました。実績十分といえる中田選手を獲得したことで打線に核も生まれるはずなので、来シーズンはセリーグの台風の目としての暴れっぷりに期待したいですね。今回は来季の中日の編成について紹介しました。ヤクルト来季構想。昨年のリーグ優勝から一転して5位に転落したヤクルトスワローズ、前半戦は三冠王村上宗隆選手の不調が目立ちましたが、シーズンを通してみれば投手野手とも本来の力を発揮することができなかった選手が多く、シーズンを終えた高津慎吾監督からは今年は手応えを感じられるオーダーを組めなかったと悔しさを覗かせるコメントが聞かれました。そこで今回の動画では雪辱を期すヤクルトの来季編成を考察しながら注目選手についても触れていきます。救世主の登場が期待される投手陣、投手33名、野手32名の支配下登録選手が発表されているヤクルトの中で、来シーズンも高津監督の頭を悩ませそうなのが投手陣の運用です。改めて今シーズンを振り返ると、先発で規定投球回数をクリアしたのが小川康弘選手の一人のみ。小川選手はもらった援護を直後の回で吐き出すシーンが散見され、ファンから厳しい言葉を投げかけられることもありましたが、23登板でクオリティスタート率 73.9% は堂々の成績と言えます。
リードを許している状況でもコーナーを突く粘り強い投球を続け、なんとか勝利につなげた試合もあり、数字以上に貢献度が高かったといえます。小川選手に続いたサイスニード選手は、とにかく球を動かして相手の目先を変える投球を貫き、あと一歩で規定投球回には届きませんでしたが、小川選手と同じく23度の先発のマウンドに上がり、135イニングを投げました。先発陣はこの2人を軸に、高橋奎二選手、ピーターズ選手、シーズン途中に先発に転向した小澤怜史選手が投球回数100イニングをクリアしましたが、この5名に続いたのが大ベテランの石川正則選手とルーキーの吉村康二郎選手の2人でした。石川選手と吉村選手はそれぞれ60イニング程度の投球回数に終わっており、今年のヤクルトは先発陣が長いイニングを消化できず、中継ぎに負担がかかるシーンが多く見られました。監督経験者の真中満氏は開幕前に、先発陣は小川康弘、サイスニード、高橋奎二の3人が軸となって、そこにベテランの石川正則、高梨弘俊、新外国人のピーターズ、エスピナル、ドラフト1位ルーキーの吉村康二郎あたりになるのかな。いずれにしてもピーターズ、エスピナル、吉村の中から1人は出てこないとヤクルトは厳しくなると思うけど、逆に1人出てくれば十分頼りになるローテーションになると思うと語っていましたが、真中氏はシーズンを終えると、僕の予想が悪い意味で的中してしまった、まさか高橋がここまで悪いとは思わなかったけど、全体的にイニングを超えなかったのはかなりの誤算だったと思う、でも来シーズンに向けて小澤が出てきたのは唯一の希望と言えるねと語りました。真中氏が指摘するように、小澤選手は首脳陣からチームを支えた影の立役者と評価されるほど、フル回転のシーズンを送りました。移籍3年目になる小澤選手はリリーフとして開幕1軍をつかむと、一度も離脱することなく最終盤までチームに貢献し続ける1年を送りました。小澤選手に転機が訪れたのは6月、交流戦に入り先発陣が駒不足に陥ると急遽先発に配置転換されます。そして今シーズン初先発となった6月4日の楽天戦では、初回にもらった3点のリードを守り抜き、5回2安打1失点に封じる力投を見せ、今シーズン初勝利を記録。こうなれば高津監督も最初はいけるかなと思っていたけど、先発でも小澤の持ち味であるテンポが生きていたので、このまましばらくは見てみようと考えるようになったと語り、その後も先発としての起用が続けられました。ファンの人も応援に来てくれますし、自分はチームが勝てるようにしっかりピッチングしたいと思いますと意気込んだ9月8日の巨人戦では、6回を投げて6安打されながらも1失点に抑える好投を見せ、6勝目をマークしました。小澤選手は2015年のドラフト会議でソフトバンクから2位指名を受け、日大三島校から入団しましたが、厚い投手陣の壁に阻まれ、20年限りで戦力外通告を受けます。その後21年にヤクルトと育成契約を結び、昨年6月に支配下契約を勝ち取りました。小澤選手は支配下を勝ち取った際に、チームに貢献できるのであればどんな場面でも投げたいと思いますと語っていたこともあり、まさに今シーズンはその言葉を有言実行していると言えます。もともとは上手投げでしたが、同じようなタイプがチームに多いと分かると、生きる道を模索する中で現在のサイドに近いフォームにたどり着きました。先発に転向した小澤選手は、石川選手や小川選手に積極的にアドバイスを求め、自分からなるべく話を聞きに行って、緩急だったり試合を見て、あれ良かったねと言ってもらえるので、そういうのはありがたいですと、先発として一皮むけるための試行錯誤を繰り返しているようです。来シーズンはキャンプから先発としての調整をして臨むことが予想されるので、さらなる飛躍が期待されます。そして飛躍以上に大化けの予感が漂っているのは、シーズン途中に加入したエルビン・ロドリゲス選手です。ロドリゲス選手はタンパベイレイズに所属していましたが、チーム内のプロスペクトに選定されており、このクラスの選手がシーズン中に海を渡ることは非常に稀で、アメリカでも驚きをもって報じられました。ロドリゲス選手の獲得に成功した奥村国際担当部長は、先発の必要性を現場から要望されていたので探していた、25歳と若く長い目で見て将来的にはチームの中心的なピッチャーになってほしい、アメリカの若いピッチャーは速い球を投げてどうだというパワー重視になっていて、逆に日本の野球と離れていっている、そんな中彼は緩急やクイックを使い、勝つための野球を落ち着いてやっていたと、クレバーな投球に高い評価を与え、球団関係者はこれだけ若い有望株を取れるチャンスはなかなかない、日本で投球術を学んで将来的にはエース格として引っ張ってほしいという夢もあると、緊急補強でありながら
中長期的なビジョンについても語るほど、ロドリゲス選手のポテンシャルには計り知れないものがあると言われています。今季メジャー初登板となった7月のブレーブス戦では6回途中からマウンドに上がり、リーグトップのチーム打率2割7分1厘を誇る強力打線に真っ向勝負を演じ、3回3分の1を投げパーフェクトに抑え、全て空振りで5三振を奪いました。中でもシーズン MVP を獲得したアクーニャ選手には150キロ超えのまっすぐで押す投球を見せ、最後は得意のチェンジアップでセカンドゴロに仕留めました。ロドリゲス選手はチームに合流すると、練習前の挨拶ではアメリカ時代の愛称のイーロッドと紹介されました。ロドリゲス選手は8月9日の試合で1軍初登板を果たしましたが、2軍の尾花隆夫チーフ投手コーチは、物が違うっていうのはこういう選手のことを言うんだろうね、とにかく投げることに関してはとんでもない才能を秘めていると思うよ、ブルペンでもたまに下半身を動かさず上半身だけでピュッと投げることがあるんだけど、それでも130キロくらいまで投げられるからね。195センチで手足も長いから、今は自分の体を持て余しているような感じだけど、もう少し厚みが増してくればものすごいボールを投げると思うよ。2軍の選手たちもかなり刺激をもらっているようだし、本当にいい選手が来てくれたねと、ロドリゲス選手の才能を改めて評価しています。ロドリゲス選手も日本の野球を貪欲に吸収しようと、尾花コーチに変化球の握りを教わり、自分がアメリカにいた時には教わらなかったことを教えてもらったのでプラスになっている、チェンジアップの握りのバリエーションが増えたので実戦で試してみたいと語りました。今シーズンの成績は1勝5敗と苦しみましたが、一軍首脳陣からの期待も高く、来季も先発ローテでの起用が見込まれています。救援陣は今シーズンと同じく星智也選手、清水昇選手が勝ちパターンを支え、田口和人選手が締める流れになりそうですが、田口選手が将来的にメジャーへの挑戦を視野に入れていることから、新たな守護神の育成にも着手することが求められそうです。連覇を支えた石山太一選手は今シーズン金属疲労からか安定しない投球が目立ち、高津監督から苦言を呈される場面も見られましたが、本人は来シーズンに向けて四球の数自体は前の年と変わりませんでしたが、ここぞの場面で許してしまうことが多かった、もう一度自分の投球を見直してしっかり勝ちパターンで投げられるように準備したい、理想はなるべく早く500登板を達成してホールド王を争いたいですねと決意を語っています。今オフは対談選手も多く、投手陣の入れ替わりも激しかったため、ブルペンの精神的支柱である石山選手の復調は来シーズンの反撃に欠かせない要素と言えます。野手陣の鍵を握るキーワードは復活。シーズンを終えた高津監督は今年を総括する中で、胸の不調についてよく聞かれたけど、やっぱりその前の打者を固定できなかったことに尽きるかなと、全試合で4番を守り通した村上選手をかばう発言を残しています。中でも最も大きな誤算と言えたのは、今年の目標はトリプルスリーと宣言していた塩見泰隆選手が下半身のコンディション不良により開幕に間に合わなかったことでした。いきなり核弾頭を失ったチームは代役の1番打者に苦しみました。開幕スタメンを勝ち取った濱田太貴選手を4試合起用するとすぐに丸山和也選手にスイッチし、その後も4月だけで内山壮真選手など実に9名の選手を1番に起用しました。村上選手の前にランナーを置くことができず、孤立した状態で勝負される場面が多く目立ち、監督経験者の若松勤氏も村上の調子が上がらないのはまともに勝負してもらえない場面が多いからでしょうね。やはりランナーを置いた場面で迎えれば相手バッテリーも勝負を選択することも増えますが、 1,2 番が安定していないので厳しいでしょうね。村上を迎えてソロホームランよしの考えで勝負できれば、インコースを大胆に使うこともできるのでピッチャーも大胆な気持ちで攻められるでしょうねと、 1,2 番の不安定さが村上選手の不調を引き起こしたと語っています。こうした不調はチーム内に連鎖のように伝わり、プロ野球史上64年ぶりの開幕20試合連続2桁安打なしを記録すると、4月までは1試合 2.52 得点しか奪えず、4連敗に7連敗を喫し、開幕早々に優勝争いから外れてしまいました。契約更改に臨んだ塩見選手は1500万円ダウンの7100万円でサインし、体調管理不足の悔しいシーズンだった、自主トレ期間中にも異変があったけどそこで休まずにやってしまったのが良くなかったと振り返りました。来季の目標については全試合出場を掲げ、今オフは怪我をしない体作りのため下半身のメニューを多めにし、自分の体に合ったメニューを組み立てて年間を戦うための土台作りを徹底する考えを明かしました。塩見選手が1番で全試合に出場すれば、おのずとチャンスの数も増えるだけに、山田選手から始まるセ・リーグ屈指のクリーンアップを生かすために完全復活に期待したいところです。
塩見選手は OB からの期待も高く、次世代のヤクルトを代表する選手になってほしいとの声が聞かれますが、同じくその素質を秘めていると言われるのがレギュラーとして2年目を迎えた長岡秀樹選手です。長岡選手はショートとしてゴールデングラブ賞を獲得し、期待されながら迎えた今シーズンでしたが、打率2割2分7厘と打撃面での苦しみを見せました。昨年はほとんど実績のない中でショートのポジションを守り通した長岡選手に対して、球団 OB でありレジェンドの宮本慎也氏は、長岡は1年間出続けたからね、これは立派と称賛し、ちょっと悪かったら違うやつを入れようかなって思うところを多分一本立ちさせたいと思って我慢して使ったと思うんですよね。その期待にも彼は応えた。他の選手はそれなりの報酬をもらってますから、報酬分働いているわけです。みんなでも長岡の報酬を考えると本当によく頑張ったと、コストパフォーマンスの高さにも注目をしていました。ですが今シーズンはショートのゴールデングラブも阪神の木浪選手に奪われ、チャンスの場面では代打を送られることもあった長岡選手に対して、宮本氏は結局ここまで打てないと首脳陣も厳しい、ゴールデングラブ取るくらいの守備をしていて、なおかつ最低でも2割5分は打たないと、今の長岡は気を抜いたら1割台にもなりそうな打率なんで、それじゃ相手はガンガン来ますよねって話。当てるのが上手いのはいいんだけど、ボール球に手を出してるし、速いストレートに弱い面もあるから、ここを改善していかないと、勝ちパターンの中継ぎと抑えが出てきたらノーチャンスになってしまう。そうすると監督ももう少し打つやつを使おうかなとの考えになるんですよ、と長岡選手の弱点を指摘しました。宮本氏の言うように、長岡選手はストレートの打率が2割5分とレギュラー陣の中で最も悪く、ボール球のスイング率 30% はダントツの数字になってしまっています。長岡選手も打撃が自らのウィークポイントであることは意識しているのか、2年目だからということはあまり感じないです。本当にすごい人は2年目だろうが打つと思いますし、まだまだなんだなというだけですと語っており、シーズン中は大松コーチと二人三脚で改善に努めてきました。遠征時の宿泊先ホテルでは映像を見ながらマンツーマンでアドバイスをもらい、試合前にも T 打撃をしながらその日の状態を確認する姿が目立ちました。長岡選手は試合前からハードな練習を行うことについて、試合前に大松さんといろいろ話しながら、試しながらという時間がないと試合に臨みたくないというのはあります、毎日納得するまでというわけにはいきませんが、周りから見てもあれだけやっているという選手でありたいので、課題を克服したいと思いますと語りました。守備面については宮本氏から、昨年より安定感は出てきたが送球面では不満があるかなと、ある程度のお墨付きをもらっているだけに、来シーズンはバットでの貢献も期待したいところですね。野手陣は楽天を戦力外になった西川遥輝選手以外に大きな補強が見られなかっただけに、来シーズンも1番塩見選手から山田、村上、サンタナへのクリーンアップにつなぎ、オスナ選手、中村選手が続く並びがベストメンバーといえます。2軍で規格外のホームランを量産し、村上選手に続く長距離砲として期待されていた沢井蓮選手も来シーズン注目の存在でしたが、フェニックスリーグのソフトバンク戦で膝に怪我を負ってしまい、現在もその詳細は不明のままです。新しい戦力が機能するよりも、連覇を達成したメンバーが1年間を通じて力を発揮すれば、まだまだリーグ屈指の打線を形成することが可能なので、復活を期待したいですね。今回はヤクルトの来季編成について紹介しました。交流戦で悲願の初優勝を飾った DeNA、 一時は阪神を抜いて首位に立ち、1998年以来25年ぶりの胴上げかと盛り上がった2023年の DeNA でしたが、ここぞという試合を落としてしまい、レギュラーシーズンは3位で終了。クライマックスシリーズのファーストステージで敗退してしまいました。横浜挑戦のシーズンスローガンのもと一丸となって戦いましたが、阪神にはやはり戦力的に及ばなかったという印象で、2023年のオフは精力的に補強を敢行。そこで今回は DeNA の2024年構想を考察、かつてない補強の DeNA の噂を追ってみましょう。偉大すぎない父を持つドラ1に期待大。2023年シーズン開幕直前の3月、とんでもないニュースが飛び込んできました。現役バリバリのメジャーリーガートレバー・バウアー選手の DeNA 入団が発表されたのです。すでに順位予想を終えていた野球評論家は、元サイ・ヤング賞投手の加入でDeNA の予想を情報修正しなければならない事態に陥るほどでした。開幕後はスタートダッシュに成功し、交流戦では球団史上初の優勝を果たします。その直後の阪神3連戦で3立てに成功、再び首位に立ち、三浦大輔政権3年目でのペナント制覇もはっきり視界に捉えました。しかしその後チームは下降戦、
巨人との A クラス争いを制し、3位に入るのが精一杯でした。チーム打率は1位タイで、防御率は3位。宮崎敏郎選手が首位打者、牧秀悟選手は打点王と最多安打、東克樹選手が最多勝利と最高勝率、今永翔太選手は最多奪三振のタイトルを獲得。これだけタイトルホルダーがいれば、もっと順位が上でもおかしくありませんが、投打の歯車が噛み合いませんでした。一時はトップを奪っただけに悔しさもひとしお、積極的に戦力補強を行っています。まずは退団した何人かの主力選手を紹介しましょう。2017年のシーズン途中に日本ハムからトレードで入団したエドウィン・エスコバー選手が自由契約となり DeNA を退団、カブスと契約を結びました。球威抜群のタフネス左腕は、男は黙って投げるだけと、7年間貴重な中継ぎとして貢献しただけに、地味に痛い退団となりました。2度のホームラン王に輝いたネフタリ・ソト選手はロッテに移籍。来日当初は圧倒的なパワーを誇っていましたが、ここ数年は故障がちでホームランは減少、二塁打は増えているので、今までフェンスオーバーしていた打球がお辞儀しだしたということでしょう。エース左腕の今永翔太選手はポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦。 FA 宣言していた石田健太選手は熟考の末にチーム残留を決断しました。今永選手とのサウスポーのダブル放出は逃れ、球団関係者もほっと一息です。話題のトレバー・バウアー選手の去就は今のところ未定ですが、球団としては慰留に努めるのみです。以上のようにローテーションの柱やブルペンの要、長距離砲が球団を去りますが、思ったよりも痛手はなさそう。現有戦力の底上げや的確な戦力補強がそうさせています。それでは評価の高いドラフトから見てみましょう。1位で中日ロッテとの競合の末に渡来隆起外野手を獲得。エネオスの右投げ左打ちのスラッガーの指名に、なんで投手じゃないんだと驚いたファンもいるかもしれませんが、外野手の現状を考慮すると納得がいきます。レギュラーと控えで力が大きく違い、故障者が出ると大変なことになります。外野手で規定打席に到達したのは佐野啓太選手、桑原正幸選手、関根大輝選手の3人ですが、佐野選手はファーストでの起用が多いですから実質2人です。関根選手が2023年にブレイクしましたが、それに続くプロスペクトは見当たりません。タイラー・オースティン選手は怪我が多いので、渡来外野手の1年目からのレギュラーは可能性が高いでしょう。サードやセカンドを守れるところも出番が増えそうな理由で、試合終盤宮崎敏郎選手の守備固めで出場という場面も見られるかも。渡来選手の父親は元ヤクルトのプロ野球選手、お父さんには悪いですが、長嶋茂雄氏や野村克也氏のような大選手ではありません。父親が偉大すぎると息子は大成しないのが野球界のジンクスですので、渡来選手はちょうどいいくらいの父親を持ったといえます。2023年のドラフトは大学生投手に有望株が多く、野手は不作と言われていましたので、2位や3位ではいい野手を取れないと判断したのではないでしょうか。三浦大輔監督が当たりくじを引いたのはお見事の一言です。また先発ローテーションにある程度目処が立っていることも渡来1位の理由でしょう。手術明けで本格化した東選手が大黒柱に成長し、勝ち星は上がっていませんが安定している石田健太選手、シンカーが武器の平健太郎選手、多彩な変化球を操る大貫慎一選手など豊富です。期待の二刀流ギータ2世、充実の3位以下の指名。2位で指名したのは名城大の松本亮斗投手、最速153キロと言われる変速サイドスローです。 DeNA のリリーフ陣を見渡しても同じタイプはいませんから、セットアッパーとしての起用を睨んでの2位指名でしょう。名城大には元中日投手の山内壮馬コーチがおり、プロ入りに何が足りないのかを学んだといいます。程よく球が荒れていることもあり、的を絞りにくい投手、左打者の対策ができれば1年目からブルペンを支える存在になれるでしょう。3位は将来性を買って武田陸投手を指名しました。山形中央高時代は通算31本塁打を放ち、世界1位に輝いた U18 ワールドカップでは4番を務めたスラッガーです。投手としても最速149キロを誇る左投げ左打ち、身体能力は抜群で、外野手として育てるプランが浮上しましたが、本人の二刀流挑戦の意思を尊重する方向になりました。固定観念にとらわれず、新たなことに挑戦する球団の方針にも合致。最近の NPB では日本ハムの矢澤宏太選手や上原健太選手、セリーグでは広島の戸根千明選手が巨人時代に、また中日の根尾明選手が挑んでいます。そしてもちろん武田投手の視線の先には、ドジャースの大谷翔平選手が、
高卒1年目はまずは体作りを中心に行う方針ですが、球団初の二刀流選手に期待は膨らむばかりです。近い将来、浜の二刀流と呼ばれ、球界に旋風を巻き起こすかもしれません。4位は東洋大の右投げ左打ちの石上大輝内野手。強肩と俊足、堅実な守備がアピールポイントです。東洋大では不動の2番ショートで、ベンチには欠かせない仕事人と言われていました。50メートル走5秒9の走力と120メートルの強肩の持ち主は、2024年がプロ2年目の右投げ左打ちの内野手林拓磨選手とキャラが物かぶり、2人の競争心を煽るのが目的の指名です。その上、2019年のドラフト1位で同世代の森圭人選手もいます。故障がちで2023年も9試合の出場にとどまった元ドラ1に危機感を持たせる狙いもあるかもしれません。 DeNA の内野はファーストとセカンドは佐野圭太選手や牧秀悟選手がいますが、サードの宮崎敏郎選手の後釜とショートのレギュラー固定が課題です。ベテランの大和選手も含めて三遊間は熾烈なレギュラー争いになるでしょう。中央大の石田雄太郎投手が5位で指名されました。最速149キロの右腕は大学時代巨人に1位指名された西舘雄飛投手の陰に隠れた存在でしたが、プロでは主役の座を勝ち取るべく早くも意気込んでいます。シンカーやスライダーが持ち玉でコーナーを丁寧に突く投球が武器です。横浜市生まれでファンクラブにも入会していたという生粋の DeNA ファン、何度も通った横浜スタジアムのマウンドで躍動してもらいたいものです。6位は徳島インディゴソックスの井上健人外野手。右投げ左打ちの長距離砲で、福岡大時代は副大のギータとして注目されました。独立リーグでは2年連続で本塁打王と打点王に輝いたロマンホ。神奈川大のギータと呼ばれた梶原光輝選手とは同学年で魅力たっぷりの逸材です。またサードも守れるので、宮崎選手の後継者も視野に入っているかもしれません。フルスイングが特徴の柳田悠岐2世に期待が高まります。以上、支配下6人の他に育成で5人と契約した DeNA、 走攻守3拍子揃った社会人スラッガーと実力派セットアッパー、二刀流選手などチームの補強ポイントにピンズド、かつバラエティに富んだ指名は評価できます。格安戦力外を獲得でウハウハ。ドラフトだけではありません。というよりドラフト以上の成果があったのが他球団を戦力外になった選手の補強です。ソフトバンクから森唯人選手、久喜竜平選手、オリックスからは中川隼人選手、巨人からは堀岡隼人選手を獲得。しかも4人とも格安で、森選手に至っては推定年俸4億6000万円から4億1000万円ダウンの年俸5000万円での契約ですから、美味しい補強。これだけの動きがあればチームの勢力分布図は大きく変わりそうです。2018年のセーブ王の森選手は2014年のドラフトで2位指名され、2024年がプロ10年目の31歳の投手、1年目からリリーフとしてフル回転すると7年連続で50試合以上に登板しました。絶対的守護神のデニス・サファテ選手が故障した2018年にはその穴を十分すぎるほど埋め、37セーブをマークし最多セーブのタイトルを獲得。その後もソフトバンクのストッパーを務めました。2023年は先発に転向したものの、6試合の登板で2勝3敗、防御率 4.60 でシーズン終了後にあっさりクビに。これだけの功労者をいとも簡単に戦力外にするソフトバンクにファンからも非常すぎるとの声が上がりました。31歳とまだまだやれる投手に速攻で目をつけたのが DeNA。 常務取締役チーム統括本部の萩原達弘本部長は、我々が一番先に声をかけさせていただいたことは確かと迷いなく接触したと説明、森選手の心をつかみました。大の競艇ファンで、住之江ボートで行われたトークショーで、多分先発でいきますと力こぶを握っていました。新天地ではまずは適性を見極めてから働き場所を決めるとしていますが、通算470試合で105ホールド127セーブを挙げた経験豊富なリリーバーを先発で起用するのはもったいないのでは。本人は入団会見の際にチャンスをいただいて感謝している、腕がちぎれてもいいという思いで死ぬ気で投げると語っているだけに、先発にそこまでこだわっていないのでは。チーム事情を考えてもセットアッパーの方が力を生かせると思われます。2023年シーズン後半、クローザーに抜擢され17セーブ防御率 2.32 だった森原剛平選手に何かあった時は代役守護神もあり得るかも。元火消しの山崎康明選手も含めて3人でストッパーを争うようなら、三浦監督も嬉しい悲鳴でしょう。
希少なサブマリンの中川選手も中継ぎとして使えそうです。投手陣の戦力が豊富なオリックスではあまり出番がありませんでしたが、2023年は2軍で21試合に登板し、防御率 1.38 と好成績をマーク。キレのある球で打者を翻弄する25歳の下手投げは桐光学園校出身ですから、神奈川は地元です。森選手同様、戦力外になりすぐに声をかけたのは以前からマークしていたということ。期待の大きさが伺えます。中川選手は2023年オリックスで育成選手だったので金額的にも抑えられました。 DeNA にはいない変則フォームとして中継ぎで輝ける可能性は十分。浜のサブマリンがブレイクしそうです。巨人から戦力外通告を受けた当初から意外だと言われていたのが堀岡選手です。25歳の右腕はまだ若く、意識を変えたら伸びる可能性は大との評価でした。球威のあるストレートが武器で、2023年3月に2度目の支配下登録を勝ち取っています。堀岡選手も神奈川出身で、地元の球団に来られたのは嬉しい、自分のいいところを出し、ゆくゆくは一軍の後ろの方で投げたいと思うと3度目の育成契約からの飛躍を誓っています。2023年のドラフトでは捕手としては育成5位で、仙台北上高の近藤大賀選手を指名しただけだった DeNA はソフトバンクの捕手久喜選手を育成契約で獲得しました。ポスト甲斐拓也と期待された25歳は戦力の厚さと怪我に泣かされ、結局1軍では通算10試合の出場に終わってしまいました。ソフトバンクから移籍した先輩の森選手と1軍でバッテリーを組むことが目標です。浜に佐々木が帰還、異色経歴の新外国人も獲得。現役ドラフトでも貴重なセットアッパーを獲得しました。ロッテの佐々木千早選手です。2016年のドラフトで外れ1位ながら5球団から指名され、抽選の末にロッテに入団した佐々木選手。この時 DeNA も指名していましたから8年越しの入団です。2021年に54試合に登板し8勝1敗、26ホールド1セーブ、防御率 1.26 と素晴らしい成績をマーク。8回の男として定着し、勝利の方程式を担う活躍でした。スリークォーターから繰り出す140キロ後半のストレートとスライダーが武器の右腕は好不調の波が大きく、2023年はわずか2試合の登板。しかし大活躍した2021年の姿を知っている人なら、もう一度あの時の投球をと願わずにはいられないでしょう。 DeNA の2023年のリリーフは新加入の JB ウェンデルケン選手が抜群の安定感を見せ、上茶谷大河選手、伊勢博夢選手、石川達也選手らもブルペンを支えました。しかし中継ぎは何人いても困りませんし、金属疲労で続けて活躍することは簡単ではありません。ここに2021年の佐々木選手が加入すれば、三浦監督は心強いことこの上ありません。 DeNA の佐々木生といえば佐々木和弘さん、浜の大魔神とまでは言いませんが、横浜に佐々木が帰ってきたと言われるような活躍を期待しましょう。新外国人選手は前ブルージェイズ参加 3A のローアン・ウィック選手の獲得が発表されました。2012年のドラフト9巡目で捕手としてカージナルスに入団した右腕は、外野手を経て2016年から本格的に投手に転向した異色の経歴の持ち主です。メジャーでは通算146試合に登板し6勝10敗、20セーブ、防御率 3.82、 イニングを上回る奪三振率を誇ります。2017年にはカナダ代表として WBC に出場した31歳の右腕は、退団したエスコバーの穴を埋める救援の一角として期待は大きいです。またパイレーツの190センチ大型右腕アンドレ・ジャクソン選手の獲得調査に乗り出していることも判明しています。2023年はシーズン途中にヤクルトの西浦直道選手と坂口康介選手のトレードを行った DeNA、 オフもトレードはあるのでしょうか。的確な戦力補強で穴がなくなりつつある DeNA ですが、先発でいい素材がいれば狙ってみてもいいのでは。楽天の藤平翔馬選手ならその価値があります。2016年のドラフトで1位指名され、楽天に入団した右腕は7年間で10勝16敗、ポテンシャルを発揮しているとは言えません。環境が変わればブレイクする可能性がある25歳に DeNA が白羽の矢を立ててもおかしくはないでしょう。なんといっても藤平選手は横浜高出身、地元で投げているところを見たいファンも多いと思います。2023年阪神が38年ぶりに日本一に輝きました。この38年ぶりというワードに反応した横浜ファンもたくさんいるのでは。そう、1998年に横浜が日本一になった時も38年ぶりでした。
DeNA もその1998年から25年、優勝から遠ざかっています。時はあっという間に過ぎていきます。優勝が狙えそうな戦力が整いつつある2024年こそ、何が何でも悲願を達成しなければならないでしょう。2023年、広島東洋カープは74勝65敗4分けでセリーグ2位という成績でした。新井新監督の下でスタートしたシーズン、開幕当初は主力の離脱などもあり、1年目は難しいシーズンになるのではないかと予想されました。しかし4年連続 B クラスだった広島を2位に引き上げ、監督1年目のシーズンは最高のシーズンとなったと言えます。新井監督は、このチームはまだまだ強くなります、まだまだ強くなる可能性を秘めたチームです。来シーズンはここにいる選手全員で頑張って優勝して、龍馬がいるオリックスと日本シリーズを戦えるように頑張っていきたいと思いますと抱負を語りました。新井監督が語るように、来季からは主軸としてチームを牽引した西川龍馬選手がいません。また高齢化問題も不安視される中、優勝することができるのでしょうか。今回はそうした状況を踏まえて、来季の広島のチーム構想や補強ポイント、トレードの可能性についての考察を進めていきます。広島の投手の現状と新加入選手。まず広島のチーム投手成績を振り返ると、防御率は 3.20 で2位、また奪三振数は975で5位、被安打数は1187、失点数508、自責点454で3番目の多さと突出して良いとは言えず、課題の残る1年だったのではないでしょうか。個人成績では床田弘樹選手が防御率 2.19 でリーグ3位、勝利数は11でリーグ4位という成績でした。勝利数でいうと広島で2番目に多いのが森下正人選手の9勝と、2桁勝利を達成したのは床田選手のみでした。チームはリーグ2位という成績でシーズンを終えましたが、投手の成績だけを見ると今一つ物足りなさを感じるファンも多いのではないでしょうか。またリリーフ陣の問題です。シーズン初めにはチーム防御率が 1.61 とリーグトップだったものの、8月には 3.6 まで上昇しました。特に栗林選手の調子が落ちたことが目立ち、島内選手も増えた登板数により失速しました。クローザーの矢崎選手も一時的に離脱し、セットアッパーとしての起用が増加しました。栗林選手はコンディションの問題で約1ヶ月の離脱がありましたが、大道選手のように2軍から昇格し活躍する選手もいました。またターリー選手は2度の登録抹消にもかかわらず44試合の登板で防御率 1.74 を記録し、リリーフ陣の中で最も安定した成績を残しました。2年連続で40試合以上に登板したリリーフの主軸であるターリー選手ですが、退団が決定しており、来季からは楽天でプレーすることが決まっています。また今季21試合に登板して4勝1敗、防御率 2.20 だったアンダーソン選手とも契約を結ばないことが決定しています。広島の投手は全体を通じて登録抹消が頻発し、特定の選手に負担が集中する傾向が目立ったシーズンでした。特にリリーフ投手の抹消は7月から8月にかけて最も多くなり、チームに大きな影響を与えました。この状況が来シーズンのパフォーマンスにどのような影響を及ぼすかが注目されるポイントです。そして来季の先発問題ですが、床田選手、森下選手、栗選手が来季も先発ローテーションとして軸になってくるのではないでしょうか。特に床田弘樹投手は2023年に大きな躍進を遂げました。出場した24試合のうち23試合で先発を務め、自己最多の11勝7敗でリーグ4位の成績、またキャリアハイとなる 2.19 の防御率はリーグ3位にランクイン、勝率も 61.1% と自己最高を更新し、広島の左腕エースとしての存在感を示したと言えます。規定投球回数到達も見事に達成し、新井監督は広島入団1年目にしてチームの2位への大躍進の主要な貢献者と評価し、8年目を迎える来季は初めての開幕投手を務める最有力候補と言われています。来季も先発ローテーションとしてフル回転していくことが確実ではないでしょうか。そして森下正人選手です。昨年10月に右肘クリーニング手術を受けた森下選手はスタートが遅れましたが、9勝6敗、防御率 3.01 の堅実な成績を記録しました。チームが5年ぶりにクライマックスシリーズに進出した際にはファーストステージの第2戦で先発し、6回途中まで無失点の力投でファイナルステージ進出に大きく貢献しました。プロ4年目ですでに37勝を挙げるなど、その安定感が際立っています。さらに今オフには広島カープの元エースである前田健太選手とともに合同の自主トレーニングを予定しているそうです。これによりさらなるレベルアップが期待されています。森下選手はアメリカでも野球をやっていますし、野球の経験値は非常に高いと思う、技術だったり学べることがあると思ったのでお願いさせてもらいましたと語り、
2023年を振り返り、まずは開幕しっかりスタートを切れるように、成績はうんうんって感じですけど、そこはもっと来年超えていけたらなと思いますと、開幕からフル回転できる体力作りが課題だと感じているようでした。また変化球の精度が落ちた際には、主にまっすぐとカットボールの2種類を使うというピッチングスタイルが目立っていました。打者にとっても的が絞りやすい状態となっているため、改善が必要だとも語っています。いろんな変化球を試したいなと思いますし、いろんな球種を投げてみたい。シーズンを通してチームメイトとの議論や球種の握り方、投球感覚についての意見交換を重ね、キャッチボールで新たな投球法を試すことで自身の武器を拡大していく予定のようです。そしてクリ・アレン選手です。クリ選手は今季は26試合に出場し、8勝8敗という成績を残しました。防御率は 2.53 で、投げた174回3分の1イニングは両リーグで最も多く、個人キャリアハイの成績です。クライマックスシリーズの DeNA 戦ではリリーフとして登板し、ファイナルステージの阪神戦では先発投手を務めるなど、シーズンを通して活躍しました。来季チームとしての目標にリーグ優勝を挙げるとともに、個人としては200投球回を目標に掲げており、防御率とか投球回はキャリアハイなので評価してもらった。僕自身シーズンやってる中でもどかしいものがあった、来年はもっとしっかり投げさせてもらいますと意気込みを語りました。200イニングを投げれば、2015年に206回3分の1イニングを投げた前田健太以来の記録となります。先発投手が多くのイニングを担うことで、今シーズン問題となったリリーフ投手の負荷が軽減され、200イニング到達が達成されれば、チームの勝利数も増加する可能性が高いと言えます。来シーズンではさっき活躍した3人の先発投手に加え、チームのエースである大瀬良大地選手の復調にも大きな期待が寄せられています。3年契約の2年目だった2023年は、球団史上3人目の5年連続開幕投手に指名され、オープン戦では体重を増やし、150キロの速球を記録するなど万全の準備を整えてスタートを切りましたが、シーズンを通して期待通りの成績を収めることはできませんでした。右肘の痛みに苦しみながらもシーズンを戦い抜いた結果、6勝11敗、防御率 3.61 という数字でシーズンを終えました。安定した投球を続けることが難しく、期待された成績を残すことはできなかったといえます。しかし大瀬良選手はチームのエースとして、クライマックスシリーズのファイナルで圧巻のパフォーマンスを披露、強力な阪神の打線を7回にわたり1失点に抑える力強いピッチングを見せ、チームの中核としての存在感を強くアピールしました。これはファンにとっても希望の光となりました。本来の力を十分に発揮することができれば、2桁勝利防御率2点台の活躍ができるポテンシャルは今でも秘めています。来季チームの中心として復活することができれば、投手陣全体の士気も上がり、チームに良い影響を及ぼすのではないでしょうか。そして新加入選手ですが、広島は大谷キラーとも言われている前ロイヤルズのテイラー・ハーン投手、そしてパイレーツから FA となったトーマス・ハッチ投手を獲得しました。左投手のハーンは今シーズンレンジャース、ブレイブス、そして最終的にはロイヤルズでプレーしました。メジャーリーグでの通算成績は12勝15敗、防御率 5.35 です。エンゼルス時代の大谷翔平選手との対戦では、21年に7打数で1安打、22年には5打数で1安打を記録し、合計で12打数2安打1打点5三振1四球、打率1割6分7厘と相性が非常に良かったです。一方、右腕投手のハッチはシーズン途中でブルージェイズからパイレーツへ移籍し、両チーム合わせて18試合に登板し、1勝1敗、防御率 4.08 を記録。メジャーリーグでの通算成績は39試合に登板し、4勝4敗、防御率 4.96 です。彼は最速157キロの球速を持つことで知られています。2人の新加入外国人投手が、今シーズンチームを去ったターリー選手とアンダーソン選手の穴をどの程度埋められるかが、チームの今後の成績に大きな影響を与えそうです。そして今季ドラフト1位の常廣隼人選手にも大きな期待がかかります。大学ナンバーワン右腕と言われ、楽天との競合の末交渉権を獲得しました。最速155キロのストレートとフォークボールを持ち味とする右ピッチャーで、大輝は即戦力として期待されています。常廣選手はしっかりコンディションを整えるのと、投球フォームなどを一つ一つ直していって、新人王を目標に頑張りたい、自分で課題を見つけて潰していけるようなピッチャーになりたいと抱負を語りました。また今季12試合に登板し、4勝2敗、防御率 4.53 という成績だった森翔平選手も来季に期待がかかっています。新井監督からは、来季沢村賞も取れると太鼓判で、先発要員として起用されることが想定されています。3年目のシーズンに向けて、初めての開幕ローテーション入りを目指し、10勝以上の成績を目標としている森選手は、平均球速向上のため体重増加に取り組んでいます。
彼の躍進はチームが優勝への道を歩む上で重要な要素となるでしょう。リリーフ投手は島内宗太郎選手が62試合に登板し防御率 2.31、 栗林良治選手が55試合に登板し防御率 2.92、 矢崎拓也選手が54試合に登板し防御率 2.80 という成績でした。来季もこの3人がリリーフでフル回転していくことが想定されますが、投手に故障はつきものです。戦力として起用できる投手の頭数は増やしたいところです。リリーフには若干の不安が残りますが、先発投手は大瀬良選手、床田選手、森下選手、栗選手、森選手が中心となって活躍することができれば、十分優勝を狙える投手陣は揃っていると言えるのではないでしょうか。広島の打者の現状と新加入選手、チームの打撃成績は打率2割4分6厘、安打数1165、本塁打96でリーグ4位を記録し、476打点はリーグ5位でした。この記録を踏まえると、広島は打撃面でも改善が必要であることが明らかです。個人成績では西川龍馬選手が打率3割5厘、56打点と打撃2部門でチーム1位の成績でしたが、話題にもなっているように西川選手はオリックスへの移籍が決定しています。またチーム最多の19本塁打を放ったマット・デビッドソン選手の対談も決定しています。2人の主力打者の対談はチームにとって大きな痛手となることは間違いありません。来季広島はこの穴を埋めることができるのか。まず最も期待されている打者は小園海斗選手ではないでしょうか。4月には打率0割5分3厘という打撃不振により2軍へ降格しましたが、7月初旬に1軍に復帰するとチームの打線を支える重要な選手となりました。最終的には80試合の出場で打率2割8分6厘、6本塁打、31打点を記録しシーズンを終えました。打率だと西川選手に続く成績でした。オフシーズンには侍ジャパンのメンバーに選ばれ国際舞台で活躍しました。来シーズンはチームの中核としてリーダーシップを発揮しチームを引っ張っていくことが期待されています。小園選手自身も前に立っていくタイプではないですけど、しっかりと前で言葉を発言できるように、そういう行動ができるようにとは思っていますと、来季に向けてチームを率いる役割を担う意欲を示し、その抱負を明らかにしました。そしてもう一人期待されている選手がいます。それが25歳の正捕手、坂倉翔吾選手です。2023年シーズンは120試合に出場し打率2割6分6厘、12本塁打、44打点を記録。スタメンとして102試合でマスクをかぶり、チームのリーグ2位に大きく貢献しました。また侍ジャパンの一員としてアジアプロ野球チャンピオンシップ2023に参加し、正捕手としてチームの2連覇に重要な役割を果たしました。2桁本塁打を放つなど、打てる捕手としても頭角を現し始めている坂倉選手を侍ジャパンの井端監督も評価しており、打撃も素晴らしいキャッチャーですし、打てるキャッチャーでは球界で数少ない一人だと、日本のプロ野球界を担う捕手としての可能性を秘めていると高く評価しています。来季も正捕手は坂倉選手ではないでしょうか。小園選手、坂倉選手以外にも林光太選手、葉月龍太郎選手、久保修選手、中村隆弘選手など、レギュラーポジションを狙う若手選手たちがチームには存在します。林選手は2021年に102試合に出場し打率2割6分6厘、10本塁打、40打点という自己最高の成績を残しましたが、ここ2年間は1軍での活躍が見られませんでした。来季はレギュラーをつかむための重要なシーズンが到来しています。若手だと葉月龍太郎選手は2022年シーズンは俊足を生かして1軍に定着し自己最多の14盗塁を記録しましたが、打率は1割4分9厘とバッティング面での課題が残りました。来季はその課題を克服し二塁手の菊池涼介選手のポジションを獲得することを目指します。久保選手と中村隆弘選手は共に2022年がルーキーシーズンで1軍のレベルに挑戦しましたが困難に直面しました。久保選手は1軍出場がなく、中村選手は5月に支配下登録されましたが、1軍では15試合の出場で打率は1割7分6厘にとどまりました。期待の若手である久保選手は守備と走塁の才能を生かし、中村選手は打撃面を磨き、来季チームの戦力になれるかも鍵になってくるでしょう。現在の広島カープはチームの核となる野手陣の年齢層の高さが懸念されています。チームの要となる菊池涼介選手が33歳、秋山翔吾選手が35歳、田中康介選手が34歳、堂林翔太選手が32歳、上本隆選手が33歳と主力選手の多くが30代半ばを迎えています。これらの選手たちの年齢の高さがチームの将来にどのような影響を与えるかも注目されています。ただ来季は秋山選手の復活が期待されているのも事実です。2022年に広島に移籍した秋山選手は
シーズン初めには打率4割を超える好調さを見せましたが、夏場に失速し、8月には右ふくらはぎの怪我で離脱。最終的に115試合に出場し、打率2割7分4厘、4本塁打、38打点という記録で完全な形でシーズンを終えることはできませんでした。クライマックスシリーズではスタメンを外れる試合もあり、やや不完全燃焼のシーズンとなりました。3年契約の最後の年となる今年は、チームの中心選手であった西川選手の退団により得点力が懸念される中、36歳を迎える秋山選手が自身の進化を示すことができるかが注目されています。野手の新加入外国人選手は内野手のマット・レイノルズ選手とジェイク・シャイナー選手です。レイノルズ選手は右投げ右打ちで、2016年にニューヨークヤンキースでメジャーデビューを果たし、225試合に出場し、打率2割2分9厘、7本塁打、42打点を記録しています。一方、マイナーリーグでは926試合に出場し、打率2割7分7厘、74本塁打、440打点の成績を上げています。シャイナー選手も右投げ右打ちでメジャーリーグ経験はありませんが、マイナーリーグで659試合に出場し、打率2割6分2厘、102本塁打、439打点という成績を残しています。広島カープの新たな外国人選手マット・レイノルズ選手とジェイク・シャーナー選手の加入がチームにとって救世主となるかも注目となります。ドラフトでは4位に沖縄尚学校の中田悠斗選手、育成ドラフト2位に静岡大学の佐藤圭介選手と、野手は2人しか獲得していません。来季すぐに戦力となるとは考えにくいのではないでしょうか。広島カープの主な課題はパワーヒッターの不足です。チームは2位になったものの、本塁打数と打点数はリーグで4位と5位にとどまっており、改善の余地があります。チームの中で2桁本塁打を達成したのは4人のみで、その中には退団したデビッドソン選手も含まれています。新外国人選手2人がこの空白を埋めることができるか、あるいは他の戦力補強が行われるかが注目です。現時点では投手の補強には重点を置いており、新人ドラフトでは8人中6人が投手でした。今後のトレードによる補強では長距離砲の獲得が期待されるかもしれません。今年は数字だけ見ると成績は低かったのですが、勝負強さで2位に輝いたため、若手選手の成長とベテラン選手の復調がうまく組み合わされば優勝も視野に入るでしょう。いかがでしょうか。今回は広島の来季の構想や補強ポイントについて考察していきました。皆さんは来季の広島の戦力についてどのような意見を持っていますか。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。最新版阪神タイガース今季構想。岡田監督の下で38年ぶりの日本一を達成した阪神タイガース。岡田監督の若手と中堅選手をうまく絡めた起用もあり、ファンや有識者からは黄金時代の到来を予感させるとの声が聞かれましたが、指揮官は来年も簡単に勝てると思ったら大きな間違いと警鐘を鳴らすことを忘れません。そこで今回の動画では、今シーズンのオーダーを考察しながら新たな戦力として期待がかかる選手を紹介していきます。不動のオーダーにも岡田のメスが入る可能性。年末年始の各種メディアに引っ張りだこであった岡田監督ですが、ある番組で再来年を考えて若手を育ててくださいと要望を受けると、いやいや来年も若手使いますよ、それはつかないと今年のメンバーじゃ無理と思いますねとはっきりと言い切りました。さらに岡田監督は続けざまに、開幕である程度メンバーがねうまくいって最後まで固定できたんですけど、まさかそれで1年間できるとは思わなかったしね、もっと新しい血を入れないとやばいですよ、それは絶対にそんなのと自らに言い聞かせるように語りました。改めて昨年の阪神のオーダーを振り返ると、梅野龍太郎選手が骨折をして離脱以降はレフトのスタメンが流動的だった以外ほぼ固定されたオーダーで戦ってきました。大山雄介選手、佐藤輝明選手が1・3塁に入り、ショートからコンバートされた中野拓夢選手が2塁を固め、当初は小畑龍平選手との併用が予定されていた遊撃手には木浪聖也選手が収まり、鉄壁の布陣を作り上げました。エラー数こそセ・リーグではワーストを記録しましたが、併殺を完成させた数はリーグトップを誇り、岡田監督が何度も繰り返してきた球際の強さと選手間の連携が最後まで崩れない1年でした。これだけのメンバーが揃えば今年も安泰と言いたいところですが、すでに危機感を抱えていると言われるのが木浪選手です。木浪選手は CS から日本シリーズにかけて勝負強い打撃を披露し続けましたが、シーズン後半の失速に関しては納得していない部分が大きく、本人も9月後半から自分でも動けていないなと思う時期があった、うまく休養が取れたことにより日本シリーズでいい打撃ができましたと振り返っています。
木浪選手の9月からシーズンが閉幕するまでの成績を見ると63打数11安打の打率1割7分5厘と苦しんでおり、岡田監督がどんな悪くても2割8分は切らんやろと口にしていたシーズン打率も2割6分7厘でフィニッシュしました。木浪選手は CS と日本シリーズで4割以上の打率を記録しましたが、日本シリーズで解説を務めた古田敦也氏は、木浪はシーズンの最後に状態を落としたと思うんですけど、彼もレギュラーとして1年間試合に出たのは初めてだと思うんですよね。そのことを考えるとやっぱり最後に来て体力が厳しくなったんだと思います。もちろん相手バッテリーが攻め方を変えてきたこともあるんだけど、一番は夏の疲れが一気に出てきた部分だと思いますよ。これは1年やってみないとわからないし、まして今年の阪神は常に首位にいて相手から追われる立場でゲームをやっていたので余計に疲れますよと木浪選手の成績が低下した理由を分析しました。今オフは体の疲れを取ることにも専念したいと口にしていた木浪選手ですが、キャンプ以降の成績が振るわなければ岡田監督の言う血の入れ替えの対象になってもおかしくありません。そこで台頭しそうなのが昨年の開幕スタメンを勝ち取った高卒6年目の小畑龍平選手です。高い身体能力を生かした遊撃の守備範囲は広く、球際のプレーにもしびとさを見せており、レギュラーこそ木浪選手がつかみましたが、小畑選手も39試合出場で打率3割をマーク、得点圏打率も3割1分6厘と高く勝負強さも光ります。阪神の番記者は小畑選手の評価について、途中出場が多く難しい役回りですが攻守で高いパフォーマンスを発揮している、佐藤輝明が打撃不振だった時は小畑を遊撃で起用し木浪を三塁に回すのではないかとささやかれるほど、遊撃の2人のレギュラー争いはハイレベルです。まだ22歳で若く、俊足とパンチ力に加えてミート能力も上がっている、球界を代表する遊撃になる可能性を秘めた逸材ですと高く評価しており、岡田監督が木浪選手をスタメンで起用し続けながら小畑選手を帯同させていた点について岡田監督らしいしたたかさがあったと思います。木浪の活躍は監督にとっても驚きの部分が大きかったと思いますが、将来的なことを見越しても小畑にも一軍の空気に慣れさせるためにほぼ1年間にわたって帯同させていました。小畑選手もその辺を理解しているのか、虎視眈々とポジションを狙っているので、これからの争いも楽しみになりますねと今シーズン以降を考えてのことだったと明かしています。もし木浪選手が春のキャンプでへばっている姿を見せることがあれば、小畑選手からの突き上げが行われてもおかしくなさそうですね。小畑選手と同じく外野や三塁のポジションに割って入ろうとしているのが小野寺暖選手です。小野寺選手は秋季キャンプで岡田監督から1時間にわたって熱血指導を受けており、練習後には小野寺なんか狙わなあかん、今年のレギュラー連中にもいい刺激になると思うよ、いい意味で刺激というか安泰じゃないというな、ケツに火をつけたる意味でも小野寺とかが頑張ったらチームとしての相乗効果も大きいはずと葉っぱをかけられています。小野寺選手は逆方向への長打が持ち味の一つですが、岡田監督はさらなるレベルアップを見込んでオフ期間での宿題を課しており、小野寺はどっちか言うたら独特な打ち方やからな、右の方になリストを返さんで打つ方やからの、だから大山に言うたみたいにスピンさえきっちりかけたらそんなに力入れんでもボールは飛びますよって、今の選手はボールに乗せる感覚はないから小野寺にはその辺を説明しながらやってた、あとはこれをオフの間にどうするかよねとその内容を説明しています。さらに岡田監督は日本代表の試合に出場していた佐藤選手の成績を引き合いに出し、ごたこやろ、サードがごたこやからな、サードを探さなあかんと語り、外野手登録の小野寺選手に対して三塁の守備位置でノックを受けることを命じました。小野寺選手も岡田監督からの期待を感じているのか、出られるのであればどこでも行くつもりで準備しています、実績とかは今守ってる選手にはかなわないので来年もキャンプから勝負だと思っていますと闘志をむき出しにしていました。外野のポジションも近本選手のレギュラーは確定していると言えますが、ノイジー選手と森下選手に関しては岡田監督もそんなあの2人も 100% のレギュラーちゃうやん、今年のことは今年のことで終わりでポジションを狙う選手と競争してきっちり結果残さないとあかん立場よと競争させることを公言しているので、キャンプのアピール次第では小野寺選手がこの2人を抑えてスタメンを勝ち取ってもおかしくありません。小野寺選手と同じく秋季キャンプでアピールを続けた野口恭介選手にもレギュラー奪取の期待が高まります。一軍首脳陣が合流して初日の秋季キャンプ第3クール1日目、若手選手が午後に実施されたフリー打撃に臨むと、野口選手は別格の打球を次々に放ちました。90スイングで3連発を含む19本をスタンドインさせました。
練習のほぼ全てを見守っていた岡田監督は思わず、リストワークできひん選手多いけど一人おったな、野口だけやな。あれだけ手首が柔らかく使えるから遠くまで打球を飛ばせるね。ただ単に強く振ったらええだけじゃないからな。金属バットの影響かな。でも野口はそんな力入れんと打球を飛ばすやろ。自分で掴んだんか知らんけどできるんよな、とその打撃技術を絶賛しました。その後も野口選手の評価は高値安定を見せ、育成から支配下契約を勝ち取った上に、キャンプ終了後には岡田監督の口から、バッターはやっぱり野口やろ、キャンプは当然一軍にな入れようと思う、期待以上のもんをな、そら期待してるよ、一人遠くに飛ばせるというかな、と文句なしで一軍キャンプ内定を言い渡しました。ちなみに野口選手にも岡田監督は三塁の守備練習をしておくよう伝えているようで、小野寺選手と野口選手の2人を佐藤森下のアイブラック兄弟の対抗馬に仕立てた格好になります。岡田監督は今シーズンに向けて、相手もそら研究してくる、新しい選手はもちろんやけど、今年やれた選手も同じやったらやられる、その辺は新しい気持ちでやらないと、と進化を求めているので、春季キャンプでは熾烈なポジション争いが見られるかもしれません。盤石の投手陣に割って入るのは、隠しておきたい逸材とドラ1に異色の新外国人。昨年は新戦力の台頭が大きく、3人が2桁勝利を記録した先発陣は左右のバランスが取れており、日本シリーズで対戦したオリックスの中島監督も、左右ももちろんですが、本格派もいればうまく相手のタイミングを外すタイプの選手もいて、最後までつかみどころがなかった、先発陣をもう少し攻略できれば結果も違っていたはず、と口にするほどですが、評論家の間では現役ドラフトで阪神に移籍してきた大竹耕太郎選手の2年目のジンクスを不安視する声が上がっています。日本シリーズの勝敗予想を的中させた谷繁元信氏は、大竹選手の成績を振り返りつつ、大竹は本当によく頑張ったけど、改めて成績を見ると広島から6勝していて、あとの4球団からは4つしか勝ててないんですよね。特に DeNA は宮崎とか牧とか強力な右バッターがいるせいもあって、防御率は5点台に近い成績だし、もし来年広島に攻略されてしまうと、ちょっと大竹も厳しい成績になっちゃう可能性があるね、と広島キラーとして活躍した大竹選手の問題点について言及しました。岡田監督は大竹選手の起用法について、打たれてへんところにとことんぶつければいいと語っており、広島に対しては47イニングに登板させましたが、岡本選手や坂本選手といった右の強打者を要する巨人に対して10イニングにしか登板させませんでした。谷繁氏は今季も大竹選手を広島にぶつけていくローテを続けると予想していましたが、岡田監督は大竹選手が通用しなくなる展開も想定に入れて、キャンプでは左ピッチャーの台頭を狙っているのではと言及しています。そしてその筆頭候補に上がりそうなのが、高卒2年目の門別慶斗選手です。門別選手については、秋季キャンプから岡田監督の絶賛が止まらず、年末に出演したテレビ番組内でも、すでに先発は揃った状況ですが、門別投手はどうですか、との質問に対して、僕は全然開幕から使うつもりでいますよ、だってボール見たら今の左の中では一番いいんじゃないかな、と明言。さらに岡田監督は、先発ローテに入ってきてもおかしくない、との質問に対して、おかしくないですよ、入れる入れないじゃなしにおかしくないボールを投げてますよね、門別の良さそれはもう全部ですね、初めて投内連携フィールディング見たけど一番いいんじゃないですか、なんていうかマウンド度胸とかいろんな面を含めてそれは大丈夫かな、と僕はそう思いましたけどね、と手放しで称賛を続けました。しかもひとしきり門別選手の話をした後に、岡田監督はやや渋い表情で、いやいや、だからあんまりそういうことを言いたくないよね、本当はそんな言う必要ないわけだからね、隠しとかないといけない部分だからね、新戦力なんかは本当は言わないんだけど、とぼやき節を披露するほど門別選手の実力を隠しておきたい様子を見せました。門別選手は昨シーズン2軍で12試合に登板し、2勝2敗2セーブ、防御率 2.78 をマークしました。9月最後の試合では1軍初先発を果たし、解説の辰川光雄氏から暴言を連発されましたが、7安打を浴びながらも要所を締め、5回無失点の年頭を見せています。他球団の首脳陣からの評価も高く、左腕を鞭のようにしならせて球が手元でビュッと伸びる、スライダーもキレがあるし、高卒1年目が投げる球とは思えない、物おじせず内角にどんどん投げ込めるし、マウンド上で風格がある、将来のエースとして必ず出てくるでしょう、現役時代の今中慎二と重なるよね、と沢村賞の獲得経験もある今中氏にその姿をダブらせました。今中氏が頭角を現したのも高卒2年目になる90年のシーズンでした。
31試合に登板し10勝6敗1セーブ、防御率 3.86 をマークして6完投も記録しました。高卒からプロ入りした選手で2年目にブレイクした選手は思いのほか多く、巨人のエースとして活躍した桑田真澄やオリックスの左腕エース宮城大弥選手も2年目に初の2桁勝利を記録しています。秋季キャンプを取材した番記者からは、まっすぐだけならセリーグにいる左ピッチャーの中でトップ5に入ると思います。体重が乗ってるというか、最後に自分の力がボールに全て伝わっているように見えますねと、ストレートの威力が段違いであると評価されているので、来シーズンの春季キャンプでは門別選手のストレートを見た評論家や OB が度肝を抜かれるかもしれません。門別選手に加えて救援陣の新戦力として注目を集めているのが新外国人選手のハビー・ゲラ選手です。マックス164キロを記録したことのある現在28歳のリリーバーは異色のキャリアの持ち主でもあります。プロ入り当初の主戦場は投手ではなく遊撃手で、パドレスに所属した16年には球団のトッププロスペクトランキングで2位に格付けされるほどの超逸材でした。ですがゲラ選手は打撃で結果を残すことができず、一時はプロとしてのキャリアが閉ざされかかりましたが、そのピストルアームに注目していた首脳陣から投手への転向を提案されたのです。ゲラ選手は投手としての経験が浅いことから、コントロールには改善の余地が大いにありますが、それを補って余るほどの剛球を持ち合わせており、今季のマイナーにおける平均球速は158キロを記録しています。日本でのプレーについてゲラ選手は、新しいことも吸収して再び日本一になれるようにベストを尽くしたいと語っているので、日本での大化けにも期待したい逸材です。そして岡田監督が今年のドラフトでは一番まとまってるんちゃうかな。ストレートのスピンとかも村上に近いものがあるってスカウトから聞いてるし、映像を見たらカットボールがえぐいなと惚れ込んでいるドラフト1位ルーキーの下村海斗選手についても積極的に起用することを明かしています。阪神の OB で岡田監督の下でプレーの経験もある関本健太郎氏は、岡田監督が血の入れ替えって言葉を使ったんですが、一軍のレギュラーにいる選手たちは真に受けた方がいいですね。レギュラーを安心させないためにそういった言葉を使っていると思うかもしれませんが、監督はそういった建前的な発言を嫌うので、本当に選手を入れ替える必要があると考えているはずです。そうなれば日本一に貢献した選手にも特権的なものは許されないはずなので、ある程度チャンスを与えても結果を残さなければ新しい選手の起用は十分に考えられますねと語りました。すでに今シーズンのサバイバルは開始されていると言えるので、キャンプでは今回紹介した選手以外にも新戦力の台頭があるかもしれませんね。今回は阪神の来季構想について紹介しました。